前ちょっと笑っちゃった。どこのお天気キャスターだよってね、今ちょっとカメラの横の画面見て笑っちゃったんですけど、はい、雨です。ちなみに雨です。見て分かる通り、今日はね、また今世界でホットな、そしてティミクリでもよく考えているこのジェンダーの、問題なんですけど、今日も一つの動画を見てみんなと一緒に、考えていきたいんですね。この世界はもう心でそう感じたらもうそれがあなたのせいなんだって言って、すぐ性転換をおすすめしたり、ホルモンブロックを飲ませたり、そしてこれも多様性だからって言って、肉体的には男の人が女の人のトイレに入ってきたり、ロッカールームに入ってきて、そして言いたくもないんですけど風呂場に入ってきたりっていう、これが当たり前になろうという世界に俺らは今います。 Just in case you didn't know that、 もしかしたらあなたそれ知らなかったかもしれないけど、それが冗談に聞こえる悲しい現実なんですよ。そして今回見ていく動画もその例外ではない出来事です。そのバックグラウンドを説明すれば、アメリカのどっかのマックで明らかに男な人が女の人のトイレに入ったことをこう、それをこう問うお父さんの動画です。実際の動画ですね、見てみてください。どうぞ。 A man walked into the women's bathroom at McDonald's. Been in there for like 5 minutes. Hey. I care. I'm transgender. Okay? You're a man, dude. I'm a trans woman. You're not a trans woman. You're born a man. What if my daughter was in there and you walk in there? It don't matter. It matters to me. I am a female. You are a man. I legally identify as female. My daughter goes into those bathrooms and no man needs to be in there. You understand me? I'm not a man. You are a man. You are created as a man. Act like a man. Give me a reason. You're a man. Act like one. You should be walking into a men's bathroom, period. どうですか？もうどっからどう見ても多分チンパンジーがこの人を見たとしても男だってわかると思うの。確かにちょっとタイトなジーパン履いて、短いズボン履いて、タンクトップ着て、ちょっとわかんないけど髪の毛も一応長いしみたいな。 But like you can try better。 いやもっと頑張ってほしい。もしトランスジェンダーで女にっていう感じなら、いやもうちょい頑張れるでしょみたいな。もうどっからどう見てもデュードって感じ。 Like デュード、この人がよ、もし女の子が入ってるトイレに入ってきたらどうよって。でこのお父さんが言ってた通り、彼には娘がいるの。彼素直に言ってたさ、いや私の娘と同じトイレには入れられないって。 Exactly どう思いますか？あなたに娘いますか？考えてみてください。本当にこのトランスジェンダーの方々がどれだけこう辛いところを通って、困難のところを通って、それは俺は別に軽く見てやるわけじゃないし、すごい祈らされるし、同情するというか、こうかわいそうというか辛いなっていうのは分かるの。だけど俺が問題を持ってるのは、その他の人の場所を汚すというか、他の人をその自分がっていうがゆえに妨害していくところで、俺はそこに問題が持ってる。俺はそこにこう声を上げなきゃいけないし、そこはどう考えてもおかしい。別にもちろんね、いいこととはとは思わないけど、別に自分が生活する中で女装したりとか、別にそれはいいの。その人の自由だし、その誰も妨害してないならそれはその人の権利だから、俺がどうこういう権利もないんだけど、でも女の人のスペースに入ってきたりとか、誰かを妨害してくるときに、俺らはそこでこう立ち止まって、え？ってならないといけない。まさにこの時、まさにこういう時、トイレにこのおじさんが入ってくるって。でもこれにもう声を上げられない時代、そして雰囲気が出来上がっちゃってるんですよ、このメディアによって、世の中によって。だから俺本当にこのお父さん素晴らしいなって思った。もう最近俺自分考える、もし自分がこういうのを目撃したらこう立ち上がることができるのかなって。もちろんね、攻撃的にはなりたくないし、このお父さんはすごい勇気あるし、正しいことをしたなって思う。もっとこういう人が必要だなと思う、この時代に。手遅れになる前にさ、どうやって女子弁に入れるかなって考えた時に、変態がよ、おじさんがよ、あ、ちょっとカツラかぶればもういける時代なんだ、ふふー、ピューみたいな
No, 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 no. This is not good, though. これ良くないどう考えても。だからこういう世の動きとかっていうのには本当に俺ら警戒していかなきゃいけないし、この神様が本当に与えてくれたこの性を大切にする文化を保ち続けたいなって思いますね、本当に。というわけで、止まらないこの世の中の動き。ごめんね、めっちゃ風邪ひいて、鼻水。やっぱなんかもう本当にこの人、具体的にこの人のことで言えば、もう、男のように振る舞ってるし、見たあの喧嘩腰でやんのかみたいな。いや、もし自分が女っていうならもうちょっと女の子っぽく振る舞ってもらってもいいですかみたいな。というわけで皆さん、このジェンダーのこと考えていきましょう。もうこれが世界中で起きているっていうと考えるとすごい悲しいしね、そう危険を感じるべきでないトイレとかでさえこれから女の子とか、特にね、女の子たちは、女性の方たちはこういう心配をしていかなきゃいけない世の中なのかなとか思ってすごい残念に思うし、もちろん複雑な問題だからこう簡単な答え出したくないし、一つのサイドからは話したくないけど、でも一人の混乱とか一人の状況を配慮して、この大多数 0.01% のこのトランスジェンダーの人々のために、この女性たち 100% を安全に感じないようにしてしまったりとか、妨害してしまったりとかね、スポーツとかで言ってもさ、これは良くないと思います。これは本当にステップインしていかなきゃいけないところだと思いますね。というわけで今回この動画を紹介しました。これからどんどん増えていくことだと思いますので、ぜひ祈りで支えていきましょう。もう何度も紹介している創世記1章27節です。神は人を男と女に創造したってはっきり書いてあります。だからそれをしっかり握って、男と女ってすごいシンプルなこの生物学を今復習しないといけない時代なので、していきましょう。はい、感謝します。 Thank you so much for watching everyone. God bless you. See you in the next video. Ciao ciao. Bye.